こんんにちは、花山さん人が何かについて私は分かったと思った時言った時その人はそれを分かるほどにも分かっていないっていう聖書の言葉があるんですねこれはですね他の古事し語でもあるんですけども里里の道ををく者、九十九里を持って半ばととせよよいうわけなんですよねあれ俺結構この世界でやっていけるようになったかもと思った瞬間に油断が生じ それは破綻に向かうということなんですよ。ですんで、あと一歩、あと一ミリでゴールだと思ってもですね、まだ半分しか来てないんじゃないかなということで、もっともっと自分に、えー、無知を入れるということなんでしょうね、きっとね。えそして、あ、結構この世界のこと見えてきたなと思った瞬間に、全くその人にはその世界のことが見えてないっていうことが分かるそうなんですよ。どの世界もですね、なるほど、こういうことなのか、 という,ふうに捉えきれるほど浅くくももなないいいいしし小さくもないとということらしいんでですすよでね、常識ってのがあります以前の私の常識はお金を稼ぐためには一生懸命働いてそれこそね残業したり朝干し夜干しをしたりそういった汗をかく姿に多くの人は感動してそれに対してわずかなお金が少しずつ積み上がっていく労働の尊さというものがありました。 私はね、これ今でも間違えてないと思うんですよ。ただしですね、ここに新たなる常識が入ってくるんですよね。それは、インターネットという、レバレッジの仕組みなんですよ。みんなの銀行ってアプリがありますけども、これね、昨日も入金があるんですよ。おとといも入金があるんですよね。みんなの銀行。ただ、8月を待つに私はみんなの銀行の動画更新をやめてるんですよ。 そうですね。動画の本数で言うと、みんなの銀行の紹介動画100本以上もうあるんですよね。で、9月になって、もう動画更新はしてないんですが、それまでに作った動画が集客して、みんなの銀行のアプリ説明をして、そして、エントリーを視聴者さんにさしてるんですよね。私はもう労働してないんですよ。そうなるとですね、9月に毎日1件、2件、多い時は3件入っていく流れができてるのは、 私の労働が二重三重五重六重にレバレッジを利かしてるってことですよね以前の私は一日働いて次の日休めば次の日の日当はありませんでしたし新しくお客様に会うということもなかった集客力もなかったですでも今は何もしなくても集客し売り上げを上げるそういう体制が出てきます、まあ、これを考えた時に、ね、私は 何かがあったら YouTube っていう常識なんですよ今は何かがあって YouTube をしないっていうそういう感覚はないんですよねいや今回は忙しいから YouTube をやりませんでしたではないんですよ YouTube をやって忙しいから他のことができませんっていうことはあるんですけどねこれが私の新たなる常識です YouTube を優先することにより時間とお金はどんどん増えていくんですよ YouTube を後回しにするとその瞬間はなんかね 作業しなくていいみたいな感覚になりますけども今日しなかったことは明日以降何も生まれないんで大損だって思ってるんですよ。うん。そう考えてる時にふと気がついたんですけどもあの私はねほとんどの方のお問い合わせに動画で返信してるんですよ。うん、まあそういうのができるのもまあ時間がたくさんあるからなんですよね。なんで時間がたくさんあるかっていうと今まで動画で返信してきたからなんですよ。そそのの積み上げがアクセスとなりそこからの 集客がありそこからそっか塾も売れるしそこで紹介したコンテンツから紹介料も入るしということになっていますでも残念ながら何かことが起きたら YouTube をやるという常識がない方が山ほどいるんですよねいやほとんどですよねだから私は多分特別なんですよ花屋龍馬さんも YouTube を積極的に使っているという意味では多分多くの人から比べると非常識な成功者への道にはいると思うんですよさあそしてね 私はこの動画のやりとり。私が何かメッセージを送ったら、何か動画でメッセージが来る。まず一つはいろんなお問い合わせに対して、動画で私は返信しますけども、それに対して動画で返ってくることはないです。全部メールです。文章です。なんでなんでしょうね。動画で罪を築いている私に対して、メールの文章という閉ざされた、一人にしか、私にしか見えない文章で送ってくる。どうせなら、私の 動画の回答に対する回答も動画でやったら少なくともコンテンツ増えるしあこの方は久保さんとこういうやりとりで問題解決に向かってるんだなと思えばその方自身の信用にもなると思うんですよでもまあ1000人いて1人いるかいないかっていうところですよねここまで結果を見せているのにここまで客観的に YouTube の有用性を見せているのにやらない人とかやっていてもやめる人ばかりなんですよねで結局 今ままででの常識に戻ってしまうんですよあとねあの個人的な動画のキャッチボールをしている人もいますこれハナリりもそもそもそうですけどもね他の方も同時に20人ぐらいと私はやってるんですよなんで20人と同時にこんなね動画のキャッチボールができるのかというと20人とやりとりはしてるんですけどもまあほとんどの人が毎日更新すらできてないんですよ、ね、私が何かメッセージを送ります そののの返信が来るのに、まあ、次の日に来るにに次日れば早い方ですよね、まあ、2 3日かかるわけですよ。そうなると私としても答えが来なくて退屈だから別の人とのこの動画のやり取りを増やすということでまあ二十数人に今増えてるんですけども一日のうちに10件以上のやり取りをしてくれるまあ普通の私の常識の YouTube の使い方でついてきてくれてるのはもう吉谷さん億万長者合宿の吉谷さんだけですね。 だからね、稼げる人は YouTube を毎日ゴリゴリに活用して、稼げてない人は、なぜか他のね、儲かりそうにないことを一生懸命やってるんですよね。これがだから、私の常識と、その他大勢の人の常識が乖離してる、離れてるところですね。で、私は思うんですよ。後悔というキーワードで、前回も動画ありましたから、後悔というものを言わ,言わせていただければ、 このね、私と吉谷さんのやりとりをもってしても、あそこまでやらないといけないのかっていうふうに誰も思わせてないというところですね。これが大きな後悔です。吉谷さんとのやりとり、も年単位でやってます。でも、その年単位でやっていて稼ぎ続けてるところをどう考えても見えるところに、稼ごうという人がこの真似をしないというね。で、他の稼ぐ方法があるのかなと思ったら、 多分そっちで稼いでるわけでもない。もしくは稼げていてもその度合いが小さくて、とてもじゃないけども、奥には来ないですね。うん、1000万、2000万っていう、その1000万単位で数えれるような資産状況でもないでしょうね。本当に、お金と時間から解放されたい、自分の人生を歩んでみたいと思う方っていうのは、果たしているのかなと思ってきますね、これはね。なんかいないんじゃないかなと。うん、結局は、その他大勢、 に自らになろうとしてそしてですねこの時代にフグを鳴らしているそんなことすら感じてしまうぐらいねこの無料の YouTube というプラットフォームを使わないでおかげさまでやってる私とかね吉谷さんだけが相変わらずいい思いしてるってことなんですよ私たちはね別に市場を独占したいわけじゃないんですよみんなこうやったらすごいことになるよっていうふうに 言い過ぎない、当てつけがましく言い過ぎないように行動で示してるんですけども、まだ行動で示しきれてない、信頼されてないのかなと思うと、この数年間の動画のキャッチボールのやり取りにもっと工夫ができたんじゃないかなっていうふうなね、うん、そんな後悔があるかなと思います。まあ、将棋の名人、そういう人たちもね、いろいろとあるでしょうけどね。うん、そうだ。 その将棋の世界だったと思うんですけどもある一つのやり取りに結構感じさせられるものがあったんで最後にそれをねお話して終わっていこうと思いますある将棋のプロ棋士昔の方がね対戦相手と将棋を一生懸命したんですよでそこにそれぞれの師匠なりお世話になった人がずっと見てるわけですよねである将棋の棋士がまあ試合には勝ったんですよ 勝った後むちゃくちゃゃく反省してるんですよで対戦相手からしても負けた対戦相手からしても周りを取り囲む誰一人ねどこに反省するところなのか分からないなんで勝ったのにそんなに嬉しくないんだと落ち込んでいるんだと一体お前は誰と勝負をしてるつもりなんだお前に勝てるやつはもういないんだぞって言った時にいやー悔しいっすよいまだに。 将棋にだけは勝てないっすって言ったらしいんですよ。え、ね、え。将棋に勝てないってどういうことかっていうと、その人はね、将棋のメカニズムや不思議さとか、その宇宙空間のような将棋の、もう生命体のようなね、魔物に勝負を挑んでいて、目の前にいる対戦相手や周りを取り囲む師匠連中なんてのは、眼中になかったってことなんですよ。この将棋というものに対して、 9×9 のその石板の中にですねもう人では追いつけないような世界を見てそこに向かって挑戦していたのがその人のエピソードだったんですよね。まあ、これはねもしかしたら創作話かもしれません要するに小説かなんかの話かもしれませんけども私の中にはそうだな俺たちが戦ってるのはもしくは競争してるのは人に対してじゃないと。 なんかよく分からない存在というかね非存在というかこういったものに対してなのかなと私は何に戦ってるかというとやっぱり人ではないんですよねあえて言うならビジネスと勝負してるのかなうんなんかちょっとわ訳の分かんないね言い方になっちゃうんですけども、まあ、その騎士の将棋を打ってる方のそのエピソードやり取りは胸に深く刻まれてるかなというところで今回の放送は 終わりですえー、とにかくですね YouTube を使う常識と使わない常識、うん、忙しいと YouTube ができなくなっちゃういやこれは一体私の名作にからすると何をいても優先するべきものは YouTube じゃないのかと思っちゃったりするんですけどねまあでもいろんな価値観がありますからね、うん、私は何があっても動画更新 まあそれによってて道が開けてるなと思いますあちなみにね話が長くなりますけどもこの夏セルシオ買ったんですけどもセルシオの動画を上げていくともうなんかねその動画で2万円ぐらい稼いでるんですよ8月9月と、うん、だからねもうすでにね何を買ってもその購入金額は YouTube が払ってくれるみたいになっちゃってますねいってらっしゃい